こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は2024年の函館スプリントステークスの予想をやっていくわよ。おお。高松の宮記念がゴールの春のスプリント路線も一段落して、このレースからサマースプリント、秋のスプリンターズステークスへの指導戦になるレースね。一流馬はそうなんだけど、出走メンバー的には高松の宮記念7着のビッグシーザーくらいしか高松の宮記念でまともな着順だった馬はいなくて、基本的にスプリント路線で春の高松の宮記念に出走できなかったものやあえてリステッドで休まずここに来たものが多い印象ね。おお。つまり、メンバーレベルとしては重傷なんだけど少し落ちるわけね。そう思うわね。また中途半端な時期に開催されるし、スプリンターズステークスをガチで狙う組は札幌のキーンランドカップかセントールステークスから始動だし、おお。そういう意味ではどっちかというとサマースプリントシリーズのガチ勢や開幕週の函館の洋芝を求めてやってきたここを勝てれば、っていう馬の方が多いわけね。そして、短距離レースだと金量はかなりのウェイトを占めてくるからそこもチェックしたいんだけど、今回は賞金別定戦。基本が57キロで習得賞金によって増量していく形で、去年の覇者の君はクイーンが牝馬換算プラス1キロの56キロ、G2 のスワンステークス勝ちのウイングレイテストが59キロという金量になっているわね。そうね。特に59キロのスプリント戦は最初から飛ばさないといけないから、スタートからトップスピードに持っていくスプリント戦ではマジで2キロといえど効くしね。G1 を勝つような馬でも馬格次第なところもあるけど筋量が重いと惨敗する馬もいるからね。ウイングレイテストは500キロ前後の馬格？また、スプリントも初挑戦だからな。これじゃ買えないわね。また、日本の競馬場の芝は基本的に洋芝との芝。の芝っていうのは和芝の一種で日本で広く自生している芝。それを改良して日本の競馬場で広く使われているエクイターフが誕生したんだけど、大体一般的な競馬場は洋芝との芝をブレンドした馬場なんだけど、一部例外の競馬場がある。おお。それが気候条件的に北海道では綺麗にならないの芝だから、洋芝 100% の馬場になった函館競馬場と札幌競馬場ね。そうね。それに冬には開催しない新潟競馬場派の芝 100% の競馬場ね。おお。昔ジャパンカップに来た外国の競馬関係者が泡をしていなくて、茶色い馬場の芝コースを見て、これが本当に芝コースなの？って疑問に思ったっていうことがあったけど、それは寒さに弱いの芝は寒くなると緑を失って茶色になるからってことだったわね。だから、青々とした状態を寒い状況下でも維持できるよう芝をほとんどの競馬場で導入したんだけど、新潟は寒い時期に開催しないからいいかっていうことなんじゃないかしらね。おお、この洋芝 100% の競馬場は非常に馬場適性が出やすく、適性が合えば穴馬でもスイスイ追い込んだり、逃げ切ったりすることがある、俗に言う洋芝適性ってやつね。この理由としてはクッション値が高く反発力があるの芝と比べて、クッション値が低く衝撃を吸収してしまい反発力の少ない洋芝。だから、洋芝では馬の推進力、パワーが求められるし、パワーを続けて引き出す持続力も求められる。当然走法も少し変わるだろう。つまり、この洋芝では他の競馬場で負けてきた馬が適性次第では侮れない馬になるわけね。そういうこと。今回の函館スプリントステークスは天気は持ちそうだし、両馬場で開催されそうで開幕週の馬場、これは間違いなく前に行きたい内枠の馬はかなり飛ばすわね。そうね。ただ、飛ばしすぎてお釣りがなくなっての後ろからの差し切りもあるのがこのレース、また内枠で位置取りが後ろになってしまった馬はみんな前に行って3コーナーで内に殺到して、最後までごちゃつくからかなり不利、差し、追い込みタイプは内枠じゃなくて中ほどから外枠がマストってわけね。スプリントで1回フリアバッチン食らったらリカバリーできる距離がないからね。おお、函館スプリントは最後の直線が短いからコーナーで加速していかなきゃいけないし、そういう意味では小回りの適性、ローカル適性も求められるわね。それを踏まえて競馬ゆっくりの本命は？本命は朝からキングね。さすがにここは頭でバチコリ。
勝ちに来ている馬ね。おお。でもこの馬、洋芝適正。よくわかんないけど。それが一番怖いっちゃ怖いんだけど。1400メートルの阪神の阪急杯は重馬場で逃げて花差の2着。現代競馬ではリステッドと重賞クラスでは大きな実力差がある。それに朝からキングは福島のモルガナイトステークスを2着に2馬身差とスプリントでは大差で逃げ切っているし。能力は断然上。阪急は芋差しが効かない重馬場での成績だし。そういう意味でも洋芝適性はわからないけど、パワーは証明しているわね。そういう意味でもここではグリグリの本命ね。ちょっとこの馬と他の馬を比べると能力に違いがありすぎるわね。おお。対抗は高松の宮記念7着のビッグシーザーね。この馬は3歳秋には小馬の壁に跳ね返されて、低迷していたけどこの頃は成長もあるのか小馬リステッド勝ち、重賞構想など悪くない成績。重賞構想はリステッドクラスの大半の馬ができないからね。それにまだ4歳ボバ。成長し続けていると思うし、ババが渋った高松の宮記念での7着、オーシャンステークスの2着は実力の証。パワーも感じられるし、洋芝も適性あると踏んでの対抗指名ね。末足も安定して34秒前半くらい使えるし、今回は前が速くなりそうだからマイペースで外枠から後ろから仕掛けてのバチコリ差し切り、あると思います。おお。タンアナ評価は？タンアナは去年の覇者君はクイーンね。横山武史がサウザンサニーよりこっちを取っていると考えられるし、この馬は洋芝は抜群、金層も負けているけど、この条件では見直せる。枠も内すぎず外すぎず。この馬もビッグシーザーと同じくきちんと自分のペースで走れば安定して切れる馬？金量が1キロ重いのが怖いけど、前がぶっ飛ばすだろうからまさかのゴール前強襲はあるし、こういう競馬なら横山武史という大外分回し野郎はむしろ心強い、で。今回は白三角。穴を指名したいんだけど。それがジュビリーヘッドね。この馬は函館スプリントステークス2年連続2着の実績もあるし、洋芝なら馬が変わる馬。3着までなら美味しい馬券を運んできそうね。年齢が年齢だから頭までは厳しいけど、おお。買い目はどうなのかしら？朝からキング単勝に、ビッグシーザー、君はクイーン、ジュビリーヘッドを加えた4頭ワイドボックスで6点。計7点でバチコリよ、おお。朝からキングの実力には逆らえないという馬券ね。客室的に G1 は難しいかもしれないけど、実力的には G1 を狙える馬だと思うからね。ここで負けちゃいけない馬よ。他の有力馬はなんで切ったのかしら？里のレイブは春来ステークスは1着だったけど、掲示板が 0.3 秒差で完結する大激戦。これはモレイラの技術かなって思うし、阪急杯は2番手追走したけど差しの効かない馬場で4着。この馬そんなに重適性や洋芝適性ないんじゃないかな？条件戦は2着、1着で函館こなしてるけど、おお。阪急は芋4着とはいえ、3着に2馬身の差をつけられているし。2着の逃げた朝からキングの上がりは 35.9 秒だけど、里のレイブは 36.1 秒、ちょっと実力が違うかもねー。そうなのよ。それも今回は絶対に前に行かないと勝負にならない枠でしょ？かなり厳しいと思うわね。おお。シナモンスティックはキーンランドカップ2着と洋芝適正と能力はあるし、枠もいいけど。じゃあ朝からキングと比べて。って考えると武器がない。シュバルツカイザーも洋芝適正があって、この条件はいいけど。オーシャンステークス、高松の宮記念と惨敗。能力的には掲示板はギリギリあっても馬券圏内はないかなー。カルネアサーダは新馬、未勝利の使われ方を見ると洋芝適性はありそうだけど、この馬も重賞クラスになると。って感じで客室的にも朝からキングに潰されそう。ジャスティンスカイはまるでわからない感じだけど、ここで買えるかと言ったら買えない。リステッドで全てが向けばっていう馬っぽいし、セッションは魅力はあるけど、点で絶対に負けるし、そこから足があるかというとないしなー。洋芝適正と重適正は父シルバーステートで買えなくはないけど、おお、ゾン日記は迷ったけど切ったわね。洋芝適正もあるし、
大外枠の競馬できるから刺すと決め打ちしてのギャンブル騎乗なら全然ある馬ね。ただし今回は前にし朝からキングが先行勢が涙目になるようなペースで行くだろうし、後ろからの馬もそのペースのリードで刺し切れない可能性が大きい。しかも上位互換の君はクイーン、ビッグシーザーがいるからな。先行勢壊滅で朝からキングもダメな想定ならワンチャン変えるけど、おお、以上で函館スプリントステークスの開講を終えていくけど、サマースプリントなどのサマーシリーズは報奨金が重賞取るくらいもらえるから秋の G1 度外視してくる馬の動向には注意ね。まだこの段階では何とも言えないけどね。まあ、ある意味でサマーシリーズの存在で夏競馬に注力する馬とそうじゃない馬の見分けがつくからそこはいいんだけどね。朝からキングは G1 狙うよりも今年はここで弱い者いじめして賞金稼いで、高松の宮記念から G1 って感じで行った方がいいとは思うけどね。なんたって、報奨金はハンデだったり、別定戦の賞金の対象にはならないしね。おお、難しいわよね。G1 狙えそうな馬だけど、客室的に難しそうな馬って、こういう前に行って強いスプリンターは競争寿命が短いイメージがあるから稼げる時に稼いどかないとね。ひしあけぼのとか一気に走らなくなったもんねー。それなんだよなー。以上になります。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。